河野純喜持ち込み企画、一人でお好み焼きパーティーしてみたはい、J1 の河野純喜です。今日は一人で関西の代表的なお好み焼きを作って一人パーティーしていきたいと思います。いっぱい材料が目の前にありまして、この中にはエビ入ってますとチーズです。関西出身なので、まあ、いろんなお好み焼きを食べてきました。その中でもやっぱりアレンジすることが楽しかったので、それを今回チャレンジしていきたいと思います。それでは早速レッツゴー。それではキャベツの千切り切っていきたいと思います。行こうぜ。千切りって実は初めてなんですよ僕。よし、緊張します。いきます。おー楽しいです。あ、すげえ、こんなザクザクいけんねや。おい完成。グッド。はーい、完成。じゃあこのたっぷりのキャベツを調理していきたいと思います。バーン。いやー、食材が揃いました。じゃあ早速作っていきたいと思います。レッツゴー。じゃあまずはお水 150ml かもう入れちゃってて、お好み焼きの粉を入れていきたいと思います。まあ、これさえ入れたらまあなんとかなるでしょっていうね。100g、えいえい。で、お水入れます。じゃあ、お、混ぜます。入れちゃった方がうまいでしょ。バーン。キャベツ、お好みの具材、卵を加えてさっと混ぜ合わせます。じゃあキャベツいっぱい入れ、これいっぱいですよね。いきます。 300g でしょ。でもいっぱい入れたら絶対美味しいんで、僕が千切り、いや僕がみじん切りしたやつなんで、いや絶対大丈夫でしょこれ。どうやって混ぜるかなんですよね、こっから。ちょっと戻します。なんか一人って寂しいですね。まあまあ卵入れて、頑張れ純喜、負けるな。バーン。紅生姜も少々、これはいっぱい。うわ、めっちゃうまそう。できました。お好み焼きの素完成です。準備が整ったので焼いていきましょう。やっと主役たち、メインたちが揃いました。これから一人焼肉、あ、ひと、違う、一人お好み焼きパーティー始めていきたいと思います。本出しれんの忘れてて、まあこれをまあちょっと散りばめとこうかなっていう感じに。イエス。まずは普通の作っていきたいなって思うんで、ちょ入れていきます。ええー、な、豚ちゃん3枚ぐらい、4枚いこう。で、入れていきます。うわっ、ぽいんじゃない、こんな感じやん。オンチーズ。めっちゃええ匂いする。一人でもこれは楽しいぞ。肝心なんは片面をしっかり焼くことらしいんですよ。それをちょっと今日は実践していきたいなと。なのでお肉の部分もしっかり焼いていって、最後のこの後ろのチーズの面はさっとチーズが溶けるぐらいまで焼いていくのが純喜流テンションマックスお好み焼きの極意でございますので。片一歩なかったんで翔くんから借りてきました。さすが翔くん、何でも持ってました。本当に助かりますね。ここが大事ですよね、やっぱり。いきます。はっ。おっ、いいんじゃないの。結構ギリギリ取れてました今の。ファインプレー。どうしようかな。
行っちゃいましょうかな。お好み焼き、もう一回ひっくり返します。ちょっと怖い。もっとこんなむずいんや、お好み焼きって。炒め物回収完成しました。てて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 、おう完成。第1弾お好み焼き完成です。じゃあ第2弾焼いてる間にもう第1弾これは食べていきたいと思います。じゃあいただきます。あ、ちょっと待って、まず真ん中かって言っていただきます。めっちゃうまい。うますぎ天心、めっちゃうまい。これやばい。うわ、なんかお好み焼きパーティーって感じしません？これ一人やけど。えずえっ、おっ、きたきたきたんじゃない。いただきます。うまい、うまい、うますぎる。いきます。慣れてきた。見てました、今の。すげえ。二代目お好み焼き、エビも入ってます。うわ、これめっちゃうまそう。見てください。てて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 て、うん、皆さんはお家で何やってますか？早く会いたいっす。いただきます。あー、美味しい。うまっ。わかります、エビも豚も入ってるんですよ。海と陸の融合ですよ。これぞ奇跡。まさにこんなこと今までなかった。それが今もう僕のお好み焼きの中で起こってるんですよね。みんなにも食べてほしい。あー、はあ、美味しかった。やってみると、意外とすごい難しかったなですね。ひっくり返すのが本当にめちゃめちゃ難しかったです。ただ、味はほんまに今まで食べたお好み焼きの中でやっぱ一番美味しかったです。自分で作るってなんか愛情がこもっててすごい美味しかったです。もうなので今もほんまに皆さんお好み焼きでも何でもいいんで料理にチャレンジしてみてください。めっちゃ美味しいです、ほんまに。なので皆さん料理楽しんでいきましょう。テンション上げていこうぜ。